14番グリッドゼッケンは14、セガーラ20、文政経済企画校皆が勝負勝負。15番グリッドはゼッケンは8、1つが TWGR から8、8、16番グリッドゼッケンは66、ワイトスター倒しました。また3日は17番グリッドゼッケンは38、ブラックモーターストップ、ただ2の人、18番グリッドゼッケンは50、古田聖也、渡辺健也、星野陽太郎、小西正輝、石尾大臣、早瀬博道、小林優、青木亮、佐々木一馬、荒川優、27台のエントリーです。さあ2列の隊列が出来上がってきました。最終コーナーを立ち上がってくる。トップは大きさリス、そして少し遅れを取ったアウトサイドの力が高くなったんですが、ここはクリアにはなりませんでした。ここはクリアにはなりませんでした。アウトサイド力が高くなったのが遅れを取っていたのが、SG コーナーから2列の隊列が1号コーナーへ向けてさあじわじわと出来上がってきました。マックスマスターズクラスゼッケン48、マックスマスターズクラスゼッケン48の選手はコントロールタワー2階にお願いします。さあ2列の隊列が立ち上がってきたホームストレート、ここでもクリアなスタートは認められるということで、もう一周、もう一回ということになりました。さあここでオフィシャルのダウンというボードも出されました。ちょっとね、その2列の隊列ができるまでのスピードは高いんでしょうね。ここで今ダウンという、さあそれを選手がちょっとこう横で見る形を取った SG コーナー、先ほどよりは信号コーナーの前スピードが落ちてきました。さあ後方が追いついて2列の隊列が出来上がって最終コーナー、さあ立ち上がってきます。大塚リズがサイドを進めていきながらスタートをしていきました。1コーナー飛び込んでいくクリアスタート、大塚リズが、まあ、まずはホールショットを奪っていきました。さあバックストレートぐーっと頭を下げて3コーナー飛び込んでいきました。1コーナーどうだ、インサーどっちのポイントは変わらない。4コーナーからインサーでおーっとこの1点で3台4台うわー絡んでいく、しかしコースアウトはありません、コースアウトはありません。なんとかなんとか全ての選手が今6コーナーまだここでもポジション争いが激しいですが、コースアウトのマシンは一体もありません。さあサイドバイサイドのマシンは後方でもポジション争いが続いていますが、トップは帰ってくる。大塚陸也、2番手塚田海人、3番手小野亮太、岡村武井流、そして星克樹、山中菊間、さあトップは6コーナーに入ります。さあ、中退中。これでコースを2周目からカットラインをつけ3周目。この週末、大塚陸、なかなかスピードを見せています。そして、ただ彼と2番手、3番手、小野亮太、岡村武雄、星克樹、野中聖太、そして、川原さん、9という運転手の6番手、長野さん、そして、8番手の山田修馬がついている、そして、松本和也、トップ立ち。レッスン22が、それで、をマジックに戻しましたね。ゼッケン22、先ほどの高校での接触があったところなんでしょうか。さあトップは帰ってきます。ゼッケン22は林ロイですね。林ロイ選手マシンをマジックに戻しました。
さあこれで何周目を終えて4周目、大きさ、深田、小野、これがワン、ツー、スリー、そして後期から間違えて岡村が8位、ポイント2段、7番手、この辺りでポジション変わらず縦に長い隊列ができています。後方でもどうでしょうか。一旦はこれ落ち着いた、そんな形になりましょうか。さあトップが帰ってくる、ワン、ツー、スリー、大きさ、ただ小野、ここね、飛び込んでいるところ、場所ですからね。さあそして37号車がコースアウト。さあ展開が激しくなってくる。先ほどの3コーナー55号車松本だ。37号車はどこでしょうか。星野亮太郎、ちょうどバトルを繰り広げていた星野が17番手だったんですが、今トップの大きさにく、その後ろから深田、小野亮太が今襲いかかる、そんなにちょっと間が詰まってきましたね。そこにポイントリーダーの岡村が先にも詰まってきています。さあトップ右のコーナー立ち上がってきます。さあ5番手入れ替わりました。5番手は星谷月を野中聖太が今捉えたシーンがありました。さあそのあたりが帰ってきます。コントロールライン、岡村かける野中聖太、星谷月は6番手、今梨隆二、山中修馬、そして勝田慎之介、勝田君、堀口、平賀翔吾、渡辺健吾と続いています。竹原とは14番手。さあトップの4台に変わりました。大塚塚田、小野亮太にやはり岡村かけるが入ってきました。この4台でのポジション争い、周回数が公式を7周目、その後ろ少し、差が開きました。野中聖太、星敦樹、今橋、山中、この辺り。さあトップが返ってくる4台のパッケージ、トップ争いはここだ。コントロールラインは通過、これで7周目を終えて8周目、そして4番手争いも、うわ激しくなるぞ。これは一コーナー飛び込んでいく。まずはどうだ、今7番手ガバーッといっちゃいますが、最終コーナー立ち上がってきて30番ゼッケンは30、西洋です。西洋のマシン、マシンから降りました。さあちょっとは6コーナー、先ほどは5番手が入れ替わりました。野中聖太が前、星谷が6番手にポジションを落として今足が続いています。さあちょっとは帰ってくる4番、さあここはちょっとガスが落ちそうですよ。この後どこの集会で何かが起こりそうな予感がします。8番台、8台で9周目。さあまずは3番手の後ろ、小野の後ろ、岡村かけるが、さあいていってもおかしくないぞっていう、そんな感じで進み始めます。後ろを完成すると前が少し空いてくる。小野の下方の差が少し開いてきましたが、さあどうでしょう、小野がキープをできるのか。岡村かけるが競争します。さあ F 字コーナー、その後ろはどうでしょうか。野中、星、山中、この3台、そして今橋、滝田、勝というところでしょうか。3台3台に分かれそう。さあトップが帰ってくる。後ろコーナーではさあこの後ろ4台、3台、7番手、8番手争いが激しくなってきています。今橋、龍二、滝田、この辺り8番手争いは滝田、今橋、滝田、今橋のポジションを落としました。そしてもう1台はこの3台ですよ。さあトップ4台、周回数がコース上10周目。大きさですが、まだポジションをしっかりとキープをする。先ほど一旦北田がずっと詰まってくるところはあったんですが、ここで岡村が3番手に躍り出て、パッケージ、さあ、その場で順位が入れ替わる。さあ、トップが帰ってくる。大きさ、北田、岡村、小野、そして周回数が10周目を終えて11周目、残すところ2ラップだ。さあ、バックストレートから3コーナーの飛び込み、どうでしょう。ここでは順位の入れ替わりが、先ほどは一旦岡村が小野を捉えたシーンがあったんですが、さ
そのトップの4台、さあ6コーナーにかかりました。このポジションの入れ替わりがあるのはどうでしょうか。今小野が岡村のインサイドに入りかけたんですが、ここでは順位が入れ替わらない。その後ろ野中、星、山中、そしてその後ろにまた作者、今橋、角という3台3台に分かれています。さあトップが回帰して、これでファイナルダップへと入っていきました。39号車の後ろ、山中修馬が今1コーナーで競争していく、前を捉えることができるんでしょうか。さあ2コーナーからバックストレート、5番手争い、いや6番手争いだ、6番手争いの星敦の後ろ、山中修馬、ここはちょっと回避することができないんでしょうか。いやただ不安になって、なんとか捉えていきたいところ、山中しかしポジションをしっかりと守っていきたい星。さあトップ1、2、3、4台はポジション変わらず、SB コーナーから相撲コーナーに差し掛かる。ここではどうだ、入れ替わりはないのか。最終コーナー立ち上がってきました。さあ52号車の後ろ、岡村がずっと近づいてきたんですが、順位は入れ替わらず、大田、深田、岡村、小野、ワン、ツー、スリー、フォー、そしてその後ろ野中、星、山中、その後ろがまた勝田、今橋、勝という3台3台、平賀翔吾、武井春人は12番手、堀口、小西、そして渡辺健吾、渡谷、小村、早瀬、川、生方、荒川、星野、青木、亮、石尾、松本ということになりました。タイプレイはフォースアウト、ファストスラップは岡村かけるということになりました。マックスマスターズクラス48号車、マックスマスターズクラス48号車、先ほどから泳ぎ出しをしていますが、コントロールタワー2階にお越しください。マックスマスターズクラス48号車です。